はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、青鬼3の続きをやっていきたいんですが、実はですね、青鬼3の4回目を撮ったんですが、パパのパソコンがですね、ぶっ壊れてしまいまして、そのデータが消えてしまいました。ゾンビ青鬼と戦ったんです。そう、ゾンビ青鬼とやって廃病院を抜けたところで終わりましたね。はい、なので今回は4回目じゃなくて5回目としてやらせていただきたいなと思います。はい、4回目のデータがね、もし救出できたら、また後日動画出したいと思いますね。はい、ダメかもしれないけどね。じゃあ続きやっていきましょう。はい、コンティニューでお願いします。維新維新で、はい、こちら屋敷ですね。なぜかたけしがいなくなっちゃったんだよね。そうだね。じゃあここからスタートしていきましょうか。うん、一応左上にあのボックスがあるね。あそこ隠れられるということで。これには何もないね。じゃあ本棚調べといた方がいいかな。そうだね。うん、なんか今出た？あ、出たね。あれ？操作が。ガラス棚の中にハンドルがある。しかし鍵がかかっている。ということは鍵が必要。そうだね。鍵があれば扉が開く感じかな。ない。ない。ない。左側の絵は？ああ、これ登れない。ない。ああ、一応扉も開かないんだよね。これ？うん。この行ったり来たりしないでくれ。アロープかかってね。オッケーオッケー。じゃあ左側行ってみよう。この変な青色の。本当だ。黄身が悪いな。鍵がかかってる。オッケーオッケー。じゃあその下は？下はいけそう。あ、オッケーオッケー。うわあ、何このボロボロ。ボロボロだね。お、上は？鍵がかかってる。さらに左が行けそう。うん。はっ。なんだ？あ、ボタン押す系かな。スイッチを上にした。ああ、そういうことだね。これはヒントがないとダメだよ。うん。とりあえず下にしといて。うん、そうだね。これ金庫が開くんじゃない？そう、なんとなく分かってきたね。そうだね。なんかこれ金庫が開きそうだね。なんとなく青鬼の攻略方法がだんだん分かってきた。これ右行けんの、そのまま。あ、行けた。ピアノがあるね。あ、本当だ。ピアノ触ってみて。あ、なんか弦壊れてる。1個鍵盤が1個ないのかな。鍵盤がない。なるほどね。どっかに鍵盤探せばいいのかな。黒と白。あ、本当だ。関係ありそう。本当だね。とりあえずここも調べて、そのメモ見といてよ。メ？メモ。あ、メモね。あ、ない。ない、見れない。あ、っかあっか。じゃあ下降りようか。うん、その下もあるでしょ。うん、下行ってなかったから。うん、お、あ、そこひっきらりと。おお、びっくりした。びっくりした。あ、動かせる、それも。どうやって行くの、あっちまで。ああ、あ、違ったんじゃね。これもう一回出直した方がいいよ。うん、倉庫場みたいだな、これ。あ、それで左に押す。あ、そうそう、それで上に動かす。あ、オッケーオッケーオッケー、消えた。あ、鍵盤のパーツだ。あ、さっきのやつ。よし、半目に行こう。ちょっと待って、他は大丈夫？他はその椅子とか大丈夫？そのなんかメモみたいなやつはない。ない。本は？本、うん、一応見とこうよ。ここ戻ってきたくないよ。ああ、いけない。ないか。うん。とりあえず、鍵盤のパーツゲットできたから。出たら一応セーブしとこう。あー、来た！ほら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 、思った通りで。隠れろ隠れろ、間に合うか間に合うか。よし、間に合った。はぁ、びっくりしたー。これ一応大丈夫なんだよね。うん。ゴクって言った。よし、よかったー。よし、セーブ。よし。あー、びっくりしたよー。はめましょう。で、アイテムで、これ、使用する。はい。はめてみたが何も。はめてみたが何も来らなかった？ちょっと一応見ておこう。あれ？見れない。あ、じゃあはまったははまったのね。はまった。ん？あ、どこからかピアノの旋律が聞こえましたね、だって。え？どういうこと？もう一回。何もない。何もない。え？
もう一回棚とか調べてみてよ。棚ね。低い音が聞こえますねって怖かった。今鳥肌立った。高い音が聞こえます、ね、分かった。何？さっきのスイッチ右が下、左黒の右が下って。ああなるほど、ね。右スイッチ通りちょっと覚えてくんない？あ、分かった。なるほどね。はい、黒の右が下、黒の左が上。黒の右が下、黒の左が上。うん。あ、じゃあ両サイドが低いんだ。うん。あ、分かった分かった。そういうことね。こっちは高くなってるから、低く、低く。上になってる。あ、そっか。こって、なんかあるかな？これかな？え？違うじゃん。スイッチ逆になってるじゃん、黒が。え？あ、で、早くすぎると分かんないよ。こう？あ、そう、これ。こっちも逆？上、で、下でしょ？うん、これでいいんだよ。ほら、金庫開く音がした。あ、そういうことだ。光ってる光ってる、なんだろうか。あ、よかった。お？あ、西側廊下の鍵を手に入れたって。西側廊下？こ、上かな？行ってみようか。あ、いたいたいた、西側廊下の鍵を使った。え、なんかあるよ、そこも。あ、神々。あら。いや、まずさ、まずそこのやつを見ようよ、金庫を。あ、なるほどね。あ、はい、これも答えない。戻ってください。これね。うん。あ、入れた。あ、ここにもボックスがある。またボックスあるね。なんだ。あ、はまってない。ネジが。あ、ネジが、そうだね。ネジが必要だ。ネジが必要だな、これね。そこは隠れられるんで、メモは何もない。うん、右側のやつは、あ、なんか紙が切れそうだ。どういうこと？紙が切れる。オッケー。とりあえず別の男行かなきゃ。行けた。お、なにこれ。あ、日記みたいのがある。的な。これ。何やれ。青鬼の写真じゃない？うん。右側の石像とかなんもない？なんも。あ、腰を手に入れたって。うん。壁との隙間に何か落ちてるで腰を手に入れた。こっちは何もない。青鬼のそのさ、あれは何なの？写真は見れない？見れないか、うん、でもなんかヒントだよね、これきっと。ヒントだね。そのさ、雲のその手前にあるなんか変な瓶は何？あ、瓶できない。できないか。左から2番目と、うん、あ、番号でいいか。245か。245が青鬼がいるのね。オッケー。245ね。うん、じゃネクタイつけてるし。行こうよ。245。じゃあ、この横の向こう行くね。そうだね。お、何これ。おっと、はっ、これだ。ちょっと下行ってごらん。下。お？なんなんこれ。なんがこれ。左側のなんか書物みたいなの何？書物なんかできるかな。できない。上をなんかやると下が動くのかな。そう。同じ数だよね。やってごらん。あら？え、なんもなんない？なんもなんない。押してるちゃんと。うん、押してるよ。あ、バルブをひねって水を入れたらって。あ、入った。あ、これじゃないさっきの。うん。青鬼のやつと同じ風にしなきゃいけないんじゃないの。あー、ということは何、いくつだっけ。245が青鬼がいたんだよね。うん、ということはここだ。うん、はい。で、次は4番目のバブルブがここだ。そうで、5番目のバブル隣に。バブルじゃない、バルブ。あ、なんか鳴った。別の部屋で水が抜ける音がする。 あ、さっきのとこだね。そういうことか。オッケーオッケー、うん、じゃあ行ってみよう。セーブしといた方がいいかもよ。セーブセーブセーブ大切だね。お、水が抜けてる。 あ、なんか光ってる。小さな鍵を手に入れたって。うん、
時計の鍵だ。時計っぽいよね。うん。時計。そしたら。でメニューでアイテム。アイテム。小さな鍵。する。ガラス扉が開いた。よかった。金属のハンドル。あ！金属のハンドル？これは。さっきのところですか。うん。あれだ。うん。セーブセーブ。セーブしとく。はい。で右か。右。あそこにはめんだ。うん。そこだね。うん。でアイテム。金属のハンドル。塩。助けた。印刷機に金属のハンドルなんとかって書いてある。ということは？コシもやってみる？あ、印刷してみた。お、コシ、印刷したコシを手に入れたって。うん、なんだこれ。じゃあメニューでコシ見てみて。うん。アイテムで文字が書いてある。文字が書いてあるが読めない。ちょっとタップしてみて。ないね。タップできない？うん、タップしてる。使用するやってみて。ここでは使えない。じゃあここかな？じゃあそこでかな。コシを切ってみた。あ、なにこれ。1837。あ、断裁したコシね。1837ね。なるほど。オッケーオッケーオッケー。よし。あ、でさっきのやつを開けるんじゃない？うん、セーブ？セーブセーブね。はい。はい。じゃあ下行って1837ね。そこそこだ。それ。1837。1837。答える。やった、ロック解除した。で、中に何かある。あ、光って鍵かな。はっ、東側廊下への鍵を手に入れた。よしよしよし、オッケーよ。あー、早く早く早く。やばい、急に来た。もう、ね、怖い怖い怖い。エリちゃんすげー絶叫すんだもん。怖えよ、パパも。ギャー。うん、来ないよね。よしよし、あ、よかった。東側廊下って言ってんだからさ。うわ、あ、もう上行けなくなった。上行けなくなったらね。あ、びっくりした。もう怖いから。はい、どんどん行って、あの時計のこの部屋、この部屋の右側が開いてなかった。うん、よっ、そこじゃなくて右だって言ってんだよ。東なんだからもう。えいしんくん、はい、開いた。はい、じゃあ今日はこの辺りにしましょうかね。青鬼スリーの第5回目でした。うん、いや、怖かったね。そうだね。今回もよしんくんがまた大絶叫して、パパはビビったよ。でも楽しかったですね。うん、この洋館、洋館じゃない、この屋敷をね、うん、次回はぜひクリアしたいですね。そうだね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それと今回のおすすめ動画、いつもとこに出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりから。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。